これが人生初実況、ドラゴンクエスト4実況プレイ、私実況者のキョンでございます。前回はですね、ここ、エンドールのお城の、城のことと、その奥のね、コロシアムの方でやっている美術大会の方の見学をさせてもらいました。で、今回は、こちらの王様のとこから、立って話をしたいと思いますので、では、続きをやっていきたいと思います。ガンガン王女。もうガンガンですよ。あの姫は多分私と同い年くらいね。随分ひ弱そうだけど。ああ、そりゃ姫様と言ったらね、ひ弱でしょう。エンノールの王様ってお父様と同じくらいのお年なんですって。前に大臣聞いたことがあるわ。昔はお友達だったって。まあ、国同士でお友達ってね、すごいですよね。まずはエンドール王に会いご挨拶をいたしませんと、それが礼儀というものですと。まあそうですね。姫様、ブライ様はともかく、ただの神官の私がよその国の王にお目通りをとは、やはり外で待っていた方が良いのでは。身分というものがありますし、まあせっかくですからね、会っておきましょうよ。まったく我が王はとんでもない約束をしてしたものです。姫の話を聞いてやってくだされ。そう、普通の姫ならばあのように玉座にかしこまりたり投げにしているものです。それなのに我が姫は、ああ嘆かわしい、ブツブツ。まあ普通の姫様はそうなんでしょうね。この姫様は普通じゃないですからね。この国ではお父様に娘が困らされているってわけで、私たちはちょうど反対だわ。そうですね。まあ姫様から話しましょうか。お父様が皆に約束したため、私は優勝者と結婚しなくてはなりません。でももし優勝者が女の人だったら、私は無理な結婚をしなくても済むでしょう。お願いでございます。どうか武術大会に出てくださいまし。有田姫様、私は自由に生きているあなたを羨ましく思いますわ。有田姫ならばきっと自分に勝った者と結婚するとおっしゃるでしょうね。望みがなさすぎる。アホ。いやいや、軽はずみな王のために姫君がお困りとはむごい話です。こうなればやはりお助けするのが人情でしょうな。ねえ、人情ですよね。自由と言ってもまだ始まったばかりなんだけど、ま、細かいことはいいわ。同じ姫としてぜひとも助けてあげたいのよ。武士大会出てもいいでしょ。どうやら出るという流れがね、裏が立ってきましたね。では王に話したいと思います。おう、よくどう来た。そんなのことは、すでに三都拝坊より聞いておるぞ。世界の行く末を案じ、力試しの旅とは誠に関心なり。そこで頼みがあるのじゃが、武術大会でぜひとも優勝してくれい。実はわしも後悔しておるのじゃよ。アリーナ姫、どうか頼んだぞ。頼まれましたね。王じきじきの願いを断るなんていかないわね。とにかく、武術大会で私が優勝すればいいでしょ。簡単じゃない。いや、簡単って言いますけどね。まあ簡単なんでしょうけど、一筋縄ではいかないと思いますよ。姫様が他国の王に心よりから頼りにされている。感動です。応援いたします。そりゃ感動でしょう。気軽に頼みよって。我が姫にもしものことがあったらどうしてくれる。ブツブツ。まったくそうですよね。あのアホ。いや、カルハズミの王のせい、王めのせいで、なんたることに、ブツブツ。ついに王様にまでアホ呼ばわりですよ。アホ詩人、クソガキ、そしてあのアホ。ブライさんの毒舌、見上げにかかってますね、もう。で、これでね、ようやくフラグが立ったんで、参加ね、武術大会の方へ行けると思うんですね。さあ、行くわよ、武術大会、武術大会と。
神よ、姫様をどうぞお守りください。汗臭いかな。そら落ち着かないでしょ。すごい人、この人たちの前で戦えるのよね。ゾクゾクしちゃう。あーやかましい。あー汗臭い。さっさとここを出ましょう。汗臭いっすかね。まあすごい観客ですけどね。アリーナ姫様ですね。健闘をお祈りしています。ここは控室ですか。親切な作りですね。おや、教会まである。出場者はむさ苦しい男のばかりではないですか。姫君が出場などブツブツ。そりゃそうでしょう。体をよーく伸ばして大会に備えないと。1、2、1、2、準備運動開始です。いやー、うるさい、話しかけるな。すまなかったな。試合のまで気が立っているのさ。そりゃ緊張しますよ。さあ行くわよ。鬼でもディスピサロでもどーんと来いよ。姫様、このクリフト、姫様の優勝を信じています。頑張ってくださいね。こっちは教会で、ここは宿屋ですね。恐ろしい。ディスピサロの強さはとても人間とは思えない。なぜ俺が生きているかって。俺が弱すぎてとどめを刺すに値しなかったためだろうな。鬼みたいなやつかと思ったらデスピサロも結構優しいのね。ますます戦ってみたくなったわ。姫様ほど強ければ最悪の場合は命まで。いや、もしそうなったらなんとか私がお助けすればデスピサロと差し違えてでも。おお、やりますね。ちょっと高いですね。で、これはこの上が試合場。登ったら最後後には引けません。さあお登りください。ということでね、これ上登っちゃうとね、もう試合始まっちゃうんですよ。でも今の段階ではちょっと準備不足なんでね、道具屋あるんで覗きましょう。鉄の爪ですよ、75。ちょっと金が、お金が足りないですね。何としても手に入れたいですね。井戸まで完備があるとはね。まあ非常のね、こうやって飲み水をね確保できるんでしょうね。何もないみたいですね。何もない。でこちらは何かな。ここはお城の外に出る近道。急ぐときは便利ですよ。まあ非常口みたいなもんすかね。まあとりあえず外出ましょう。出場するからには必ず優勝なさいませ。まずはじっくりと力を蓄えてから、それが利口というもの。まさにそうですね。早くエンドールに戻って武術大会に出場しましょうよ。ねってば。武術大会で優勝する姫。美しいとか、たおやかな。とか姫らしい肩書きもあろうに。ブツブツ。いや、行動始まりましたね。橋はみんなのもの、壊さないようにしましょう。壊しちゃダメっすよ。コロシアムに集まったたくさんの人々の前で姫様が優勝する。ああ、今から私感動のあまり涙になってきました。ジーン、感動ですよ。感動のあるしですね。魔物と戦うのもいいけど、武術大会の方がずっとワクワクするのよね。まあ、ワクワク取っていきましょう。武術大会で姫様にお怪我がなければ良いのですが。ねえ、怪我がなくね、すばらしいですね。ではね、やっていきたいと思うのですが、ちょっと今のね、レベルと資金繰りでちょっとね、今の状態ではちょっと厳しいと思うので、
ちょっと次回以降ね、備えて、まあ今回この後ちょっと稼ぎ作業に入りたいと思いますので、今回の実況はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。